ちいちゃんからもいただいた誕生プレゼントなんですけども、はい、ありがとうございます、こちらですね、初メールですってことで、ありがとうございます。私は1月24日で29歳になります、はい、20代最後の記念すべき年です。実は去年の11月に婚約破棄しました。あら、まあいろいろありまして、でもお付き合いしていた時は楽しかったし、別れる原因もどうしても何があっても許せないお金絡みの問題だったので、別れたことを後悔もしていません。だから20代最後元気に走り出すために私にプレゼントください。希望としてはミスターがおすすめの癒しのスポットの旅行券です。はい、パスポートはないので国内でお願いしますっていうふうにいただきます、うん、海外なんかないだろお前いきなり国内で、どこに行きたいんでしょうね、国内の、ね、いやいや、まあおすすめの、おすすめの癒しスポットって、癒しスポットね、鈴井さんの癒しは何ですか。癒しやっぱり温泉とかなんですか。そうですね、ただまあ、絶景と言われるところは、だからあのパスポートはね国内って言われてますけど、はい、グランドキャニオンですね。グランドキャニオンは絶対おすすめですね。一生に一度は絶対見といた方がいいのはグランドキャニオンかなと思います。へー、はあ、そうなんですか。地球にこんなものがあるのかっていうぐらいグランドキャニオンは、あ、グランドキャニオンの旅行券はプレゼントしませんよ。喋ってらっしゃいますけれども、うん、それはもういくらエコノミーで用意してもとてつもない金額に、まあま、ね、そうなっちゃいますね、それよりも最近この婚約破棄とかそういう人多いですね。そうですか。僕の周りには多いですよ。あ、そうなんですか。別れたとかそんな話も、本当にうちの忘年会そんな告白ばっかりだったよ。そうなんですか。今年、何年付き合ってた彼女と別れましてみたいな。あ、そんなの。そうなんですか。うちに新入社員がいましてね。はい。別に本人に言ってもいいな。あ、なんですか。あの新入社員がいるんですけども、はい、でずっと東京で、まあテレビとかの制作会社にいて、で、東京で付き合ってた彼女がいて、はい、お互いに北海道出身なんですよ。ああ、そうなんですか。で、いずれは北海道帰りたいねって二人で話して、はい、っていう話だったら、そうなんで、だったらということで、その、うちの会社に、その男のなんですけど、はい、転職したんですよ。おー。で、俺が先に行って、こう、地盤をちゃんとしっかり作って、迎えるようにするよねって言って、素敵ですよね。まあ、それで、ちょっと転職をって言って、うちに採用になった人間がいたんですけど、どうもですね、それで先に来て、彼女の方がもう一人になって、なんかすごく開放的になって、それがすごく素敵、楽しくて、で、しばらくその東京での仕事も面白くなって、辞めたくないみたいなことになってですね、別れたらしいです。あ、自由になったわけですね。はい。いろいろ。はい。ああ、そう。はい。それでもう本当に見事に転職失敗というね。あ、そっか。うちの会社に転職しなければよかったのに。しなかったら幸せだったのにという。北海道に一人帰ってきて、はい。そういう、クリエイティブオフィス Q に入って不幸になった男の話でした。あららららら。本当に。そっか、はい。そうなんですか。でも心機一転頑張りますって言ってましたけど、ね。今年はね。本人はよほどなんでしょうね。ああ、そうでしょうね。大変ですけどね。あとこちらの方、はい、ももこさんはですね、はい、私は今月の23日が誕生日で123なので誕生日を覚えてもらいやすいですね。ですね。水さんがいつも被っているハンチングですか、帽子、帽子が私好きなので誕生日プレゼントの企画で水さんの帽子くださいと、ほう、よろしくお願いします。はい、ダメです。え、ダメなんですか。ダメです。いっぱい持っててもダメですか。ダメです。ちなみにどれくらい集めてらっしゃるんですか。集めてはいないですけど。集めてはない。もういくつあるんでしょうね、20個ぐらいかな、うん、結構ありますよね、帽子20個って。で、あれなんです、はい、髪の毛セットするのめんどくさいから帽子かぶってるんで。え、そういうことなんですか、はい、帽子かぶってる時は気合い入ってないってことです。
今もね、目の前に座ってらっしゃるハンチングも被ってらっしゃいますけれども。そうですね。このラジオの時間の時は、もう、毎回帽子被ってます。毎回、それはやる気がないということでよろしいでしょうか。やっぱり、はい、気合い入れてる時はちゃんとね、髪の毛セットして、なるほどですね。来るじゃないですか。イベントとかの時は。はい、もう、あ、もうめんどくさいな、つって。シャワー浴びても、こう、ただ、ああ、なんかセットしない。まあ、いいや、乾かすだけでいいよ、みたいな。うん、帽子かぶっちゃいいんだからっていう。わかんないわかんない。そういう感じで来てるんで。そうですね。そういうことなんですね。そうです。知らなかったな。これ帽子をかぶるっていうのは、これおしゃれじゃないんです。はいはい。武将なんです。僕にとっては武将。そうか。めんどくせー帽子っていう。リラックスっていうね。そういうことで。リラックスって言ったら、あれいいですけどね。はいはいはい。聞こえばね。うん。そうじゃないんですよ。武将なんですよ。めんどくせーなんです。ラジオネーム、トラコさんからいただいたものはですね。1月7日で23歳になります。はい。もうなったんですね。おめでとうございます。はい。当日は遅番のバイト、アルバイト。次の日は早番なので、お祝いしてもらえる時間がなかなかありません。あ、そうなんですか。そんな私が欲しいプレゼント、それは、サインボールです。お？この番組の。はい。もうかれこれ5、6年は、水産のファンをやっております。ああ、そうですか。ありがとうございます。え、なんでちょっと笑ったんだ。なんとなく、あ、その割にはちょっとそっけないな、俺、と思って。ありがとうございます。ありがとうございます。になんか今、心がこもってないと、自分で客観的に、客観的に感じてしまった。面白くなってしまった。すいません。ありがとうございます。本当に、もう一回。いや、そうか、トラコ、ありがとうね。あれ、急に、急に、急に、入ってまいります。